はい、こんにちは、こんばんは、タカです。ドル円が弱いですね、なんか崩れそうな感じしてきましたけども、細かく見てみたいと思います。まずこちらがドル円の4時間足週足を重ねています。週足レベルのサポートがここにあると考えていたんですけども、108円ぐらいですね。月火とね、この108円を絡む動きしてたんですけども、水曜日に下に抜けてきました。この重ねている足が週足になるんですけども、ここのピンクのライン、ここは週足のサポートと考えていますんで、この足がね、しっかりここで支えられないとサポートとしては崩れたと判断することになります。現在は下に試した動きをしてますけども、この週足が木曜日金曜日でどういった形で引けるのかを注目して見ていきたいと思っています。もし週足でここを割り込んで引けてしまうと、ここを高値とした下落トレンド、これがね継続していくと、そういう形にも見えますし、さらに言えばね、ここの高値というのは前回の高値を抜けることができなかったんですね。つまりこの上昇波というのは本流ではないんですよね。本流はこちらになってきます。この本流に対しての調整の波、そしてこれが高値を抜けなかったということですので、次に目指す方向というのはここの安値の更新ですね。その前段階として、こういったところにサポートがあるので、ここで止まることができれば再度この高値を試すこともできたんですけども、ここを抜いてしまうようなことになれば、いよいよ本格的にこの上昇波の根元部分、ひとまずはこういったところへの下落というのを想定していかないといけないです。さらに言えばね、この安値の更新という形でこの下落の波がね、引き続き続いていくと。もちろんかなり大きなボラが出ていましたんで、高値も安値も抜けきれないと、そういった動きも想定はしています。まあどちらになるかわからないですけども、とりあえずはね、高値は抑えられてるという、そういった事実がありますんで、ここを割り込めばね、ひとまずはこの上昇波の根元部分、そこまでの下落というのを想定していかないといけなくなります。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。この日足部分を見ると、木曜日金曜日、この下落からはだいぶね、勢いは収まってきてますけども、なかなか反発するようなそういった流れにはなってないですね。一応今週はこの持ち合いというふうにギリギリね、判断することもできるかもしれませんけども、なかなかね、反転と見れるような大きな買いが入っていないこういう現状を見ると、ちょっとブル波は厳しいなという印象です。これは昨日も言ってますけどもね、この下落に対しての持ち合いがもう底根県なんですよね。戻したところで持ち合いを作れば、下へのサポートというのも期待できるんですけども、下落した底で張り付いての底根県なんで、ここを割り込んでしまうと、さらにこの波が継続するような形になります。この日足が下に抜けるかどうかというのはね、もうかなり重要なポイントになってくるかと、そういうふうに思いますね。抜けてしまえば1時間足レベルではね、前回ここにネックラインができてますんで、こういったところへの試し、さらに言えば、この上昇波の根元部分、こういったところですね、ある程度目標がしっかり決まってますんで、そこへ向けた下落の動きというのはしっかり入るような気もします。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。上に行くためにはね、火曜日のこの戻り高値を抜いていかないといけないんですけども、昨日ねこの持ち合いを下に抜けてしまったのがちょっとやっぱ痛かったですかね。上を試してダメだったということで、次は、下のサポートですね、そこを試しに行ったんですけども、4時間足で見るとこの持ち合いを下に抜けたということで、サポートを割れてしまったと。つまりね、先ほどの日足ではまだ持ち合いというふうにも見えましたけども、この4時間足ではこの押し安値というのを割ってしまってますんで、大きく見た時にね、この下落に対してここの持ち合いを作ったと、そして、下に抜けてきたと、そういうふうにね判断することができます。まだ日足が微妙なんで、戻ってくる展開というのも考えられますけどもね、ここは押し目買いが入った場所なんですよね。ということは、こういうところに戻ってくると戻り売りが当然出てくることになります。さらに上昇を目指すんであれば、前回のこの高値を抜く必要がありますんで、ここをそこだと判断して買っていた人たちの戻り売り、そういったものを消化しつつ、この高値をブレイクしないといけないということで、この上昇するにはね、たくさんの仕事が待ってることになります。すんなり上がるようなそういった形にはなっていないですね。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。5分足で見ると、この1時間足のサポートをここで割り込んでるんですよね。この動きを見て持ち合いからの下離れ、そういう風に判断してもいいかと思います。ただこれ1本で返されているんで、フェイクと見ることもできるかと思うんですけども、ここで2度目の底抜けですね。まあこれを見れば、もう完全にね、下へ抜けたと判断してもよかったかなと思います。もうこの形を見れば、あとはもうどこで売っていくかですね。抜けで売っていくもよし、戻りで売っていくもよし、まあそれはね、人によってスタイル様々だと思うんですけども、
僕はかなり慎重派なんでね、戻りを打っていこうと、そういう風に見ていたんですけどもね、この流れだと戻りがないですよね。というわけでこの下落の波には乗ることができなかったんですけども、引き続きこの下落に対してのプルバック、今ちょうどね戻りが入ってきてますけども、この戻りを見ながらどこかでね、持ち合いを作ったりすれば、そこを下に抜けたところ、こういったところはもう一度ねショートで追いかけてみてもいいかなと思っています。こういう形が出ればね、この持ち合いの高値にロスカットも置くことができますんで、トレードとしてはね、リスクを抑えながら大きな流れに乗れる可能性がある、そういった場所でのエントリーになってきますんで、形としては、悪くないかなと思います。ただし、ここでまだちょっと難しいのがね、日足レベルではまだ完全に抜けたと判断しきれないような動きなんですよね。もし日足がねここ抜けきれずに持ち合いが継続してしまうとなると、このショートというのは日足レベルでは、安値圏でのショートになってきます。はい、一度チャートを戻します。これ1時間足に日足を重ねているんですけども、この重ねているのが日足ですね。もしこういう形でレンジ圏が決まってくるとすればね、先ほどショートを打ったこの場所というのはレンジの下限になるんですね。この日足が下に抜けていれば、こういう心配もしなくて済むんですけども、現状まだこれが抜けきれていないと、そういう風に判断する人もやっぱいると思うんですよね。これがレンジ圏として機能しだすと、下落トレンドの戻りをねしっかりショートしたつもりでいてても、大きな時間足ではねレンジ圏の底値でショートをしてしまっているという形になります。力関係で言えば買い足よりも上位足の方が当然強いですので、これがレンジ圏とすればね、安値を試した後は次は高値を試す、そういった動きになりますよね。そうなると先ほどの買い足での下落の波というのはね、この上昇の波に飲み込まれると、そういうことになります。なので、この5本足持ち合いを完全に下には抜けてます、抜けていますけども、この下落の波に対してのプルバック、このプルバックでショートを打つ、極めてねセオリー通りのトレードになってきますけども、上位足が万全の状態でのトレードというわけではないと、そういうのを頭に入れとかないと、逃げ遅れてしまうとね、こういう上昇波が待ってるかもしれないですよね。そこはね注意していかないといけないと思います。なので、まずはねこのドル円はこの日足ですね、これがどういう風に判断されるのかというのを意識して見ていかないといけないかなと思っています。つまりねこれレンジ圏としてまだ機能しているのか、それとも、再度下落の波が出てきているのか、この判断の仕方によって、トレードというのは全然変わってくると思いますので、僕は一応この日足がねしっかり下に抜けるまではまだね、ここがサポートされてると、そういう風に考えてトレードの方は戦略練っていきたいと思っています。短期足ではね、まだ今のところは下に抜けた形になっていますんで、ショート打っていくこともね全然あるんですけども、この持ち合いがしっかり機能するとなるとね、上への流れっていうのも出てきますんで、ロスカットはねかなりタイトに設定しないといけないかなと思っています。あとはねこれ完全に底値圏ですんで、下が硬いと判断されれば上の流れがねポンと、出てきてもおかしくは全然ないので、そういう急激な反転もね、できれば乗りたいなというふうには思っています。おそらく短期足を見てね、ショートを入れている人たちも多いかと思いますんで、そういった期待を裏切る動きというのはね相場が加速しやすい要因になったりもしますんで、現状はリスクを抑えながら下を狙って反転してくるような形になれば、その反転に乗っていきたいと、そういう風に考えています。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。ユーロドルはね、昨日場中に完全に下への流れというのが完成された動きをしていました。下に抜けたと思った時にね、コミュニティの掲示板の方に画像付きでコメントの方をね投稿していますんで、概要欄からも飛ぶことができますので、気になる方はご覧になってください。現状ね流れは完全に下を向いてますんで、ひとまずねこういったところを目標にショートを狙っていくような形も全然ありだと思います。この下落に対してのプルバック、そこからの下落ですね、こういう波が生まれるかもしれないと、そういうイメージでトレードの方をしていくことになります。ただしこれね角度がかなり急なんですよね。ボラが大きいということですんで、なかなかこのボラがねずっと続くとも思えないので、これはドル円も一緒なんですけどもね、高値も安値も抜けきれないと、そういう動きも一応想定はしておかないといけないかなと、そういうふうに思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。これを見てもらっても、日足が下の方にねしっかり抜けてるのがわかるかと思います。これを波で見るとね、もうこういう波のイメージですね。ここを抜けるかどうかはちょっとまだわからないですけども、イメージとしては、この波をイメージしながらトレードの方をしていくことになります。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。4時間足でここにサポートラインが引けますね。この動きを見るとね、まだ抜けたかどうかはっきり見えない部分ありますけども、この陰線で抜けたことでね、チャートの方は、下へ向かう形と、そういう風に判断することができるかと思います。3つ山ができてますね。三尊天井という形で見てもいいかと思いますし、その上はね、ここに月足のサポートもありますんでね。まあどこ基準に見ても、大きくこの陰線が出た時点で、相場の方は下に向かうんではないかと、そういう風に判断できるチャートになってるかと思います。
あとはもうどこで売っていくかという形なんですけども、僕の場合は戻りを待ってから売ることが多いですんで、今のところはこういう波が生まれてますんで、この後のプルバックですね、戻りを待っての下落、こういう波のイメージでね、相場の方に入っていきたいなと思っています。これね、ドル円でもユーロドルでも同じように短期足では下の方を向いてますけどもね、より上位足、例えば今回であれば引き足で見るとね、ユーロドルは引き足でも下の方への流れがやっぱり出てますけども、ドル円に関してはそこまでね、はっきりした答えが出てないということで、同じね、ショートを狙うにしても、ユーロドルの方がより狙いやすいかなとは思います。はい、こちらニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。直近ね、持ち合いを続けていたんですけども、今ね、下の方に離れようとしていますね。過去を見てみると、大きく買いが入ったようなサポートですね、こういうラインが見えています。上はここになりますけども、この中ではやはりここで買った人たちの戻り売りというのが入りやすい形になってきます。上に抜けるのであればね、そういったものを消化していかないといけないわけですけども、現状ね、この流れからすると、下への流れができつつあるのかなと。一応ね、下の方にサポート引いています。ここはまだ明確に待っているわけではないので、今はね、ここへの試しという形になってますけども、ここからしっかり下に抜けてくると2度目の、安値の試しと、そういう動きになってきます。これがね、そのまま止まるかどうかもわからないですからね、最悪ここを抜けていって新しく下への流れが生まれてくるかもしれません。なので、まあここをね、サポートされるかどうかはすごく大事だと思います。はい、こちら日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。日経平均はもう完全に下の方に抜けましたね、これだけの持ち合いを作ってたんですけども、陰線でこれだけ下に抜けてますので、持ち合いからの下離れと、そういう判断でいいかと思います。せっかくね、これだけの持ち合い作ってましたんで、上にね、流れが出てくれば、この大きな相場からの反転という形でね、相場の方も見ることできたんですけども、今回は残念ながら、ここで力尽きてしまったと、そういうことになります。日経平均もね、過去を見てみるとこういったところは、大きく買いが入ったようなエリアになってくるんですよね、まあ、だから持ち合いができたというふうにも見えるんですけども、つまりこの下落に対しての新規の戻りよりも、しっかり入ってきてしまったと、そういうふうに見ることもできますんで、こうなってくると目標はまずこの上昇波の起点、こういったところになってきます。そして最終的な目標は、この波の継続ですね。継続するためにはこの安値を割る必要がありますんで、こういう波をイメージして相場がね、さらに下に抜けていくと、そういった可能性まで出てきたということですね。現状はまだ安値割っていませんので、1つ目2つ目ということで2回目の底値試し、この2度目の安値の試しがしっかりサポートされるのか、それとも安値を割ってしまって下落の波が生まれてしまうのか、大きな足でのブルベアの攻防、大事なポイントになってきたかなと思っています。というわけで、日経平均がね、ニューヨークダウに先駆けて、下の方に抜けていくような形になってきてしまいました。ダウもね、これ見てる限りは、下の方への流れが出てきそうですよね。そうなってくると株の世界ではリスクオフの流れがより加速していくような、そういった相場になってくるかもしれません。今はね、先週まで起こっていたような大きなドル買いという流れもないですんで、リスクオフの流れになれば円が変わりやすい相場というのもね、復活してくるかもしれません。そうなるとこのドル円は、大きく下の方に流れが出てくるかもしれないですね。この日足での持ち合い、この踊り場からさらに下へ抜けてくると、そういう流れもね、やっぱりイメージできてしまいます。そうなってくるとね、主役がドルから円の方に変わってくるかもしれないですね。今までドルが主役でしたんでね、ポンドドルやオージードル、そのあたりも見てたんですけども、円が主役となって動くんであればポンド円とかユーロ円とかね、そのあたりも見ていくことになってきそうですけども、その辺の判断はね、まだちょっと早いかなと思います。まあ、今週いっぱいぐらいは動きを見て決めていきたいなと思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。